とりあえずこんな感じで準備できました。おはようございます。屋上ファームひろです。3月1日になりました。だいぶ暖かくなってきました。我が家もこれから何を植えるかっていうのがぼちぼち絞れてきましたので、皆さんにもご紹介ができればと思います。そして3月1日全国一斉お手羽祭りというのが開催されましたね。皆さんご存知でしょうか。全国一斉お手羽祭りと全国一斉リコバ祭り、リコバもやってみたかったんですが、今回は私お手羽の方で参戦したいと思っております。お手羽の、最初の様子と、あとは用意している苗とかですね、お見せできればと思います。それでは行ってみましょう。まずはポテバの様子ですね。本当はここにねポテバのバッグ置きたかったんですけども、残念ながらまだ手元にないんですね。3月の2日に届きますので、まずはそのポテバの土を待ちつつ、このポロシリという種類のジャガイモなんですが、昨日から芽出しをしています。本当はもっと前から芽出しをして、で3月1日に植えたかったんですけども、ちょっとうっかりしておりましてですね、今こうやって明るい場所で芽出しをしております。乾燥しないように袋に、ね、入れているんですけどもシワシワになったらどうしよう。一応ここにも吹き穴入れてます。また袋に植え付ける様子もお伝えできればと思いますので、また後日よかったら見てください。ここからは我が家の苗などを紹介します。こちらはですね、前に植えてたニラとスナップエンドウです。冬に収穫もできてたスナップエンドウですね。苗みたいなのができてたので、もう思い切って冬のやつはもう一斉カットしてですね、でこれを残しました。これも本当はそうだったんですけどね、こちらちょっと失敗してしまいましたね。ちょっとね、まだ生きてるっちゃ生きてるんですけども、もう弱々しいので、苗を新しく買ってですね、これと一緒に植えていきたいと思ってます。ニラが、最初はもうここまでしかなかったんですが、最近になってこうやって緑が出てくれました。これも早く植え付けないといけないですね。これがニラの花についてたちっちゃい球根みたいなのがあったんですね。今こうやって芽が出てくれてますね。花からも球根が取れるっていうすごい嬉しい発見です。ちょっとこれでもかぶせて、ね、ニラすごいですね。無事に増えてくれてすごく嬉しいです。ミョウガです。根っこというか地下茎の部分ですね。去年の春に初めてミョウガを植えたんですけども、その時はもうこれくらいの根っこが一袋に3本ポンポンポンって並んで、もうこんなんでいけるのかなって思ってたんですが、無事にミョウガも収穫できて、で最後にはもうこんなにありすぎるぐらい地下茎を取ることができました。大増殖ですね。もちろんこれこのまま植えようと思ったら、もうこの土全部使わないといけないぐらいになってしまうので、ご近所さんに誰かね欲しい人いたらいいんですけど、足がバーって生えてるような何とも言えない様相なんですけども、掘り返した姿は未知のモンスターのようでした。たくましく育ってくれてありがたいです。乾燥しないようにだけ注意して、また植え付けの時を待っている状態ですね。土はこのように発酵が進んでますね。残砂もこの通り柔らかいところからどんどん分解発酵が進んでまして、植え付け可能な土になりつつあります。いつぞやの種まきをした分でして、寒いところで夜もほたらかしにしてたからか、ちょっと成長が思ったより遅いのかなと。こちらのポットにですね植え替えて、
でまだ発芽してないやつもあるので、ちょっと種をまき直したいかなと思います。大きく出てるのがキュウリですね。トマトで、サンチェで、おしもにタネギで、夏全然発芽ができてないですね。これも発芽できてない。シソか根っこが出てます。これシソです。シソいけたっぽい。気持ちちょっと低いところに植えて、さも徒長なんか最初からしてなかったかのように植えてみました。根張りって言うんですかね、が良くなるようにちょっと気持ちギュギュッと押し固めてみました。ナスが全く発芽できてなかったので、もう一回やり直します。おナスの発芽処理をしています。ナスの種をちょっと1日水にどっぷりつけてから、乾かないようにして、この種からちょこっと芽が出てきたらポットの方に植え替えたいと思います。頑張ります。準備できました。徒長もなかったかのように、いかにも上手に育ててますよっていう感じで、しばらく様子を見たいと思います。はい、最後にハウスっぽくして完成です。だいぶなんかね、あれですけどね内側からね、こう紐で切って、はい、適当な栽培をやってますので、また皆さん見てくださいね。これが九条ネギと、キュウリとモロコシ。トウモロコシの芽はまだこんなに小さいです。サンチュとシソと、最初から短い背丈で育ってくれてすごく嬉しいです。フー玉のトマトです。端っこにあるのがチュンリク。この何も植わってないやつにまたナスを植えてる予定ですね。ナスはちょっと徒長を防いでいきたいなと思うんですけども、苗作りも上手になりたいです。もし失敗したらおとなしく苗を買います。ついでに冬越ししたイチゴも紹介しておきます。冬越しをさせるのは初めてですね。これはもともとの株で、こちらはランナーを育てた分です。この辺は調子がいいんですが、こう下に引くとですね、カレカレになってしまって、でも最近になってまたちょっと持ち直しましたね。なんで枯れたのかわかんないんですけども、ここからどこまでリカバリできるかですね。それではここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。